六町の舞台企画がいろいろ進んでおりまして、やはり人数をもう少し増やしたいなということで、今日はねちょっとオファーしたい方に来ていただいたんで、ちょっと直接交渉に行こうかなと思っております。もう多分待っててくれてるんでね、行ってみましょう。おー、おはよう。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。俺に忙しいところ。いやいや、久しぶりですね。久しぶりだね。俺がプロデューサーとして舞台を作るというものがあるんで。マッキーだよ。作るんですか。そう。マジっすか。っていうね、すげえ。ホスト×猫というね、はいはいはい、モチーフにした舞台にしたく。ホスト×猫。ホスト×猫。すごいですね。まあ、ちょっとまだ想像できないとは思うんだけど、加賀谷さんが今すごく面白いプロットだり脚本なり作ってくださってるから、はい、で彼らはホストの役なんですよ。あ、ホストなんですね。ホストで俺がそのホストたちの支配人の役なんだけど、おやっぱりライバル店もあって、あ、ライバル店にも支配人が必要だなと、はい、なるほど。でその支配人が誰にしようかなって考えたところ、はい、俺はユータがいいんじゃないかいいんじゃないかなっていうね。マッキーさんがオーナーのライバル、そのライバル店のオーナー、それ、そう、そこにいてもらえたらすごくいいんじゃないかな。ぶっ飛んでますね。おめっちゃ面白そう。でもすごいなかなか面白いものになるんじゃないかと思っていますので、はい、ぜひユータにもぜひぜひいただけないかなって。やりたいです。ただちょっと演技見たいなって思いまして。あ、え、あの彼らの演技見たんですよ、はい。あ、オーディションしたから。オーディションしたから、その番組内でもやらせていただいたんですけど、はい、まあ、やっぱりユータの演技もね、もちろん知ってる、ゲゲの鬼太郎とかでも共演させていただいてるんで、はい、演技力というのはもう知ってるんですけど、こう悪いっすよね、でも、オファーで、あ、そう、オファーで演技次第では俺、降板って、もしかしたら変えちゃうかもしれない。そんなことあるんですか。いや、ないけど、ちょっと見せてもらってもいいかな。あ、なるほど。いいのあった。この子だ。嘘だ。この子がお客さんとして、はい、じゃあ接客の演技を見せていただこうかなと。もうあの鬼畜プロデュースいいですか。はい、分かりました。はい、私はヨシコ。あらゆるホストクラブに行って私を癒せる存在を探していたけれど、まだ巡り会えていないの。今日はどんな出会いが待っているのかな。いらっしゃい。あ、こんにちは。こんにちは。あら、初めて。あ、初めてです、このお店。初めて会ったとは思えないな。え、どうしてですか。運命を感じるよ。本当ですか。可愛いね。ほっぺ赤くなっちゃう。あら、これ今年流行ってるよね、このバラグラマ。バラグラマ、可愛いね、バックですね。おしゃれだな、可愛いな。ありがとうございます。え、お名前なんて言うんですか。僕ね、ラガマフィンって言うんだ。ラガマフィンですか。よろしくね。マックの商品名みたいですね。ラガってね。ラガ、うん、ラガーさん。君の名前だと。ヨシコ。ヨシコ、素敵な名前だ。ラガマフィンさんはどれぐらい働いてるんですか、この店で。僕はね、ここに来てね、まだ1ヶ月。え、早いですね。そう、まだまだ全然なんだ。もう、優しくしてね。あ、優しくしてもらいたいんです。そうだよね、ごめん。いや、なんで今日ここに来てくれたの。じゃ、実はホストクラブ結構行ってるんだけど。そうなんだ。私にジャストフィットしないというか、ジャストフィット、ジャストミートっていうのかな、ジャストミート、うん、こうフィットしないので、うん、このお店だったら私を癒してくれるかなと思って。そっか、任せて。今日はね、ラーガが頑張っちゃうから。ヨシコちゃんもまだちょっと緊張してるっぽいからな。緊張してる、なんかほぐして。いいよ、今日は君のそんな凝り固まった心をほぐしてあげたいな。あ、ヨシコちゃん、中身空っぽじゃないか。本当はもっといるんだけど。そうだよね、今日はちょっと置いてきたの。いろんなこう殻に包まれて君がいるのかなと思ったら、中身空っぽになってるじゃないか。そうなの。今日はラガーで満たしてあげるからね。ラガーで満たしてあげるから。そうか、私ちょっと悩みがあってね。うん、その悩み解決してもらいたいなと思って。いいよ。いい、何悩んでる。私ってよくマトリョーシカって言われてて。なるほどね。さっきラガーさんが開けたように、私を開けたら次の私が出てくるの。そうだよね。だから一番外側の私って一番最初に捨てられちゃうんだけど、どうしたら大事にしてもらえるかな。でも君が主役だから。え、やっぱり君を見てみんな君を選ぶから。え、それはね、中に何かあるかなって気になるけど、君でいる時間が一番長いんだから、それは自信持った方がいいよ。確かに。そうだよ。中身が空っぽならそこに何か詰めていけ。ありがとう。あと私よく体型がボーリングのピンだねみたいに言われるんだけど、それはコンプレックスなんだ。そうなんだ。
でもね、ラガーね、ボーリング大好きだから。やっぱ君が先頭に立ってたら嬉しいな。嬉しい？どういうこと？やっぱ先頭に立っててほしいし、ボーリングのピンだっていいじゃないか別に。いいんだよ別にそんなことは。なんでいいの？ボーリング好きな人いっぱいいるし。私はボーリングのピンとして見てるってこと？俺はボーリングのピンとしてたって大好きだよ。終了。貫禄があったというか、はい、本当ですか、うん、ありがとうございます。プロデューサーが言うな、うん、はい、これはもうライバル店の支配人としてよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。